よーゆみでーす。始まりましたということで、ここはとある会議室に今来ていまして、何をするのか何も分かんないんですけど、田中さん、高木さん、好きな食べ物は何ですか？好きな食べ物、絶対にどんだけ体調悪くても元気が出て食べれるのは明太子。明太子だけはもう本当に好き。キャラじゃない、それはキャラじゃないごまかんぱちと明太子はもう本当にマストで、でも明太はね、ちっちゃい頃からずっと好きだし、なんか味選べるってなったら絶対に明太選んでましたね。じゃあコンビニとかのおにぎりも明太子選びます？もちろん明太子です。コンビニってセブンとかファミマとかローソンとかあると思う。おにぎり食べ比べたことってあります？ないかも。食べ比べですよね。食べた感じ違うなって思うけど、実際その目の前にしてどうがどうとかわかんないですね。じゃあ今日は、はい、食べ比べてみましょうか。うわ、いい、そういうのいい、 YouTube っぽい。コンビニの明太子おにぎりを食べ比べてみた。田中さんが最初に言ってくれた。ネパールの人たち、すいませんということで、明太子おにぎりを用意させていただきたいと思います。来た来た来た。高木さんから見て、はい、左側からセブンイレブン、セブンイレブン、ローソン、ファミマ、食べ比べていただいて、高木由美的にはナンバーワン決めていただければと思います。私も数ある明太子食べてきましたからね。てかまずパッケージ明太のね、写真があるんですけど、写真さえも全部明太の出し方が違う。セブンはサーモンオレンジみたいな着色があんまりなさそうな明太の粒々だけがザラザラってある感じで、ローソンは結構着色多めな赤の明太を輪切りにした時の断面系で、ファミマはチューブ明太って感じ、チューブ明太ジャーッと出した感じあれはあれで美味しいですもんね。でも美味しい美味しいで、値段がね、ファミマは160円税込み、ローソンも160円税込み、セブンは 178.20 円、セブンが一番高い。おー、じゃあちょっと食べてみるか。どれからいこうかな。これはね、エコ兵器しちゃいけないから目つぶって切ります。これからいきます。ローソンからいきたいと思います。はい、多分海苔とかも違うんでしょうね。でも最初に半分割りたいとこですけど、最初の海苔の音ってちょっと大事だと思うんで、ローソンの海苔の音いきます。あ、もうお米と海苔が張り付いてない感じ。あ、お米甘い。ほら、もうすぐ明太子にたどり着きますよ。あ、結構海苔とお米と明太子で一番インパクトをつけるなら海苔が一番。次にまあ明太かなみたいな。懐かしい明太って感じ。あ、これがローソンか。私結構ローソンの方食べてるかも。じゃあ下の方まで明太たどり着いて、明太子おにぎりって思い出した時に一番食べてる味でした。じゃあ次、ファミマ。ファミマは私一番行かないんですよ。ファミマの売り出しはふっくらご飯だって。フリジオに瀬戸内のお塩。あ、ちょっと大きいかも、さっきのローソンより。ふっくらご飯だからだ。なんかふわってしてるもん、お米持った感じ。じゃあまず海苔いただきます。うん、さっきとすごい違う。うん、やっぱりちょっとふっくらすごい。さっきのローソンはね、一粒一粒のお米がちょっとなんか狭そうな感じだけど、今回はお米がね、隙間がある感じ。海苔はね、意外となんかお米にひっついてる感じで、まあ明太のとこ行きます。うわ、こんな感じ。ちょっとチューブっぽいな。うわ、全然味が違う。バリバリチューブ、これバリバリチューブって感じする。なるほど、今2社食べて分かった味の違いが。ほら、色も違うし。うん、なるほどね。はい、わかりました。続いてセブンイレブン。セブンイレブンの推しは九州有明海産焼き海苔。結構海苔にこだわってるっぽいね。いただきます。あ、三角が一番綺麗。セブンシャキンシャキンってなんか機械でやってるんだろうなって感じいただきたいと思います。海苔の音から。うわー、ほんと焼き海苔って言ってるけど海苔も全然違う。ちょっと中身、あー、これはね、チューブっぽくない。いただきます。すごっ。うわ、全然違う。へー、なんか数の子みたいな味する。すごい、結構水分多め。あと磯の感じがする。なんか海っぽい。待って、全然味が違う。うん、なんか他の2社よりちょっと高い値段がつく感じがちょっとわかるかも。全くわからんけど、ちょっといい明太使っとるかもって。本来の明太って感じかも。わかりました、わかりました。ちょっと待ってよ、ちょっとローソンもう一回食べとこう。
では高木由美的コンビニ明太おにぎり食べ比べ第3位はファミリーマート。おなんかね、そんな感じは。ファミマはね、私が一番コンビニの中では行かない方なので、食べ慣れてなくて、いざ食べたらチューブ明太って感じ。なんかもう製造が見えるぐらいチューブっぽい。もう全然悪い意味とかじゃない。チューブ明太も美味しいし、チューブ明太って感じね。美味しいですよではコンビニ明太おにぎり食べ比べ第2位はセブンイレブン。おお、そう、1位がローソンなんです。いや、これ悩んだんですけど、セブンイレブンは明太が海苔とお米と全部がなんかこうインパクトを、なんかチームワークがあんまりなってない感じ。結構みんな濃い、個性的で、で明太も本格的なピリピリ感がすごいから、そう、明太好きのにはめちゃくちゃたまらないけど、おにぎりっていう一つのチームになった時にセブンイレブンは個性が強いなって。海苔も焼き海苔でっていう部分でローソンの1位の理由なんですけど、ローソンは明太子がまず甘みがある。私はもともと甘みの方が好きなんですよね。セブンに比べると甘みのある明太で、お米がふっくらではない感じがするんですけど、キュッとしてて、そのキュッの中に明太もキュッてなって口の中に入りやすい。こんな大きな口開けんでもファミマとか結構ピーキャンあんうってお腹いっぱいになる。でも小食にはローソンの明太子のキュッてなってる方がなんかちょっと食べやすい感じがあったし、食べ慣れてる感もあったんですけど、でもね、海苔の感じとかもコンビニの種類に全然違うから、めっちゃ面白いなと思いましたね。でもローソンがやっぱその一体感みたいなところで言うと高かった感じですか、うん、そう、ローソンはねチームプレイ、どこを目的にしてるのかが明確に。おにぎりもね、なんか深いっすね。なんかね、チームプレイって大事だなって今思いました。オールスターズを集めるよりもそれぞれの役割を全うして一つの明太子おにぎりを作ってるなって思ったのはローソンかも。で、しかも私は多分甘じょっぱいが好きだから、ちょっと明太子がこの3社に比べると一番ローソンが甘かったなと。でも本当どのコンビニの明太子も好みで違うかも。あくまで大さんの好みってことですね。そうです。ちょっとこのコンビニフード食べ比べみたいなやってっても面白いかもしれないですね。これ面白いですね。肉まんとか。肉まんとか全然違うぞ。ね、うん、これから冬の季節ですし、おでんとか。おでんも全然違いますから ね。おでん大好きですし、はい、あ、東京のおでんと福岡のおでんの具であるものないものってありますもんね。あー、絶対そうですよね。うん、酢醤油がねとか。酢醤油。肉まんに福岡の人は絶対に酢醤油がついてくるんですけど、関東に来て肉まんを頼んで酢醤油ついてこんかったけん、酢醤油くださいって言ったら酢醤油、え、酢醤油があってこその肉まんなのにみたいな感じなので、これはね、ちょっと肉まんバージョンもやりましょう。鍵さんが意外と食レポが上手だったっていう。意外とは失礼意外とね、福岡でね、ロケとか番組とかいろいろさせてもらってるので、はい、できますかよ。キャリアが違いましたね、やっぱりね。ラテン人間にやったすげえやっぱこういう身近のね、なんかコンビニとかでやれるものってなんかいっぱいあるなって思いましたね。ちょっといろいろマジで案ください。ちょっと来年の目標もちょっとまだぼちぼちやっていきたいと思いますので、皆さんコメントもお待ちしております。コメントには全部いいねを押していきますね。ということで、この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、無断転載よろしくお願いします。それではバイバーイ。